厳選する石孤高にて立つ。どうもマズルベインです。どうもこんばんは、アポロです。今回は、はい、アポロさん家に来てちょっとポケガーを対戦していこうと思います、はい、お久しぶりに来てくださって、はい、2回目なんですよ、工藤実際2回目です、はい、変わりましたか、どうですか、まあ、なんかちょっと明るくなりましたね、前回来て、そうだね、汚くて前回ちょっと本当に闇の世界すぎてすごいなと思って、ちょっとこんなことするのかと思ったけど、まあ、ちょっとしか照明も買ったようで、いやでもちょっとだけです、1個だけちょっと暗い、はい、ちょっと明るくなって前回ライバル邸でねやって以来ですよね。そうですね、対戦も、まあ、結構、うん、2週間前ぐらいかな、うん、あの時はドンカラスに、うん、もうブレイクされしまった、ブレイクしましたブレイキングされちゃったわけ。じゃあリベンジましょうとね、はい、ましょう、はい、最初はグー、じゃあ俺先行もらいます、はい、ベース。違うデッキですか、あの前回とは全然違うデッキですよ、マジですか、はい、なかったっす、はい、オーケーっす、はいいや自分これ高校の方がいいっすわ、マジで、マジっす、高校の方が強いデッキなんかある、まだあるか、あるんすよ、高校でしか発動しない技とかありますよね、あります、ちょっとしゃべるいいっすか、じゃあなるほどです。最近ポケガー自体どうなんですか、ポケガーめっちゃやってます、自分毎日素振りしてますから、毎日素振りして、もうモゴさんが家に入ってきた時の、はいはい、思い出してください、あの、 あの感じは、あ、この人間違いなく彼女いないなって思いましたちょっと安心感ありました、正直ポケグがちょっと散らばっていて、ポケグが散らばってたんですけど、はい、しっかりと素振りしてます、素振りしてました、うん、素振りこう完全に素振り中にちょっとお邪魔しちゃった感じです、素振り中に来たわけじゃないです、素振りしてきたじゃあちょっとじゃあ行きますか、はい、いよいよ、じゃあ俺らよろしくお願いします、お願いします、おー、ライコいいな、この6ライブ行ったんだ、打てるの強いですね、そうですね、ただ、うん、トラッシュに遅れるかな、うんうん、じゃあどうしようかな、なんか行きたいなことに、ネストボール、はい、いいっすか、じゃあ OS ネストボールでまずまあいいかでしょ、基本章マイヤーつけて、はい、トラッシュもつけて、はい、じゃあ DDA で初手 DDA、 はい、5枚ドローもらいます、 OS、初手の DDA 強いですね、もう初手がマジで強い、ウルトラネグラフト出します、しっかりと、もうレアリティもあと、レアリティもね、スーパーなんで、ただとはいえできることは以上ですかね、以上ですか、ターンを終了します、 OK です、はい、何ですか、いや、いきますよ、はい、サンダーマウンテン、おお来た、おお、ゼロゼロ円で見てますね、ゼロ円でね、トクロクライムやばいな、いや、じゃあこうエレキパワー、エレキパワー、エレキパワー使います、そしてハイパーボール、ハイパーボールでハイパーボールしような、そしてサンダー、おお来た、でサンダーそのまま出します、俺が弱いっつってクソボロカス言った、いや強いっすよ、ちょっと強いっすよね、強いっすよ、カケフ使って今手札1枚なんで、カケフここでリリエを、はい、うわ強い、7枚ドロー、このリリエ強いですね、大きな7枚ドローなのでこれカットお願いします、そのカケフ強いな、カケフカケがなんかちょっと違和感を覚えてたんですけど、カプテテフを略してカケフっす、ケなんですか、ケないですか、ケないいや、すいません、ちょっとな違和感を感じるなと思って、違和感感じましたね、すいません、なんか好きにやってください、ちょっとこれ7枚ドローします、はいはいはい、この辺もいいな、うん、ハイパーボール使います、うん、で、雷エネルギーと、ネストボールで、おーい、ちょっとゼラオラです、うわゲラオラゲラオラじゃあ、カットお願いします、はいはいはい、これもいじんないです、これいじんない、はい、はい、で、ゼラオラ出しまして、はい、自分はエレキパワーを2枚目、はい、そしてこだわりの巻きをつけます、うわ強い、これで今90プラスなんで何点だよこれ、120ですね、 120? 驚くの120エネルギーカード使わないのにね、120 えで、この1枚連中ポケモンにつけます、つけれるんですよね、はい、そうエレキパワーってこれ
プラス30です。ああ、なるほどね。強いな。で、エレキパワーちょっとこれは、取らしちゃう。うん。いきますと。じゃあ、いいですか？いいですよ。ちょっと僕のターンと、おお、一番欲しいの来たな。本当ですか？鋼エネルギーつけて、はい。ハイパーボールで、基本超エネルギーと、リーレーだな。リーレー。超リーレーとリーレーを捨てて、はい。マイカの進化系である、カラマネル。カラマネル来ましたね。いや、そのコンボ強いですね、マジで。そのままもう粘土弾じゃなくて、サイコルチャージで。外界から粘土弾みたいな。はい、サイコルチャージ使います。で、さらにちょっとデッキまだカットしてないですけど、はい、したいです。フィードボールはこれは破壊しちゃいます。そうです。はちまき破壊で。で、白になります。はい。じゃあいいですか。じゃあ失礼します。ドロトップオブザデックで。トップオブザデックで引いていく。引いていくんですね。ガチリンの財団。はい、ガチリンの財団を、はい。粉砕して。超エネルギーが、あれか、逃げ目が。そうなんですよ。ターン終了します。はい、そうです。じゃあいきます。どうぞ。普通にネクロでも死んだら。シバラさん。眠る世界よ。心のままに。マーミー好きなんすか？いや、ボイスだけ好き。え、ボイスでも豪華じゃないですか？ボイス今回めっちゃ豪華。十傑。うん。十傑じゃねえ。絶傑。絶傑だ。十傑あれっす。衝撃の相馬師。衝撃相馬師。雷光に雷ネギを張ります。うん。無償で打てないですからね、はい。しかも、120ですよね、さっき買ったの。あ、120ですね。すごい60です。で、トドロフライメージ。トドロフライメージ。はい。トドロダメージが 30?30 ですね。90か。だいぶいっちゃいました。150か。はい。うん。で、電気は？電気ないです。あ、フラッシュないのか。そうなんですよ。なるほど。ちょっと苦しいですね。苦しいんですよね。じゃあ、行かせていただきます。はい。はい、このハイパーボールから超音全部捨てて、はい。ウルトラビーストは、エグゾーン持ってきます。ウルトラエグゾーン、いや、なんか、レアリティがまた一段階上がったじゃないですか。レアリティがどんどん上がってるっていう。ハイパー。ハイパー。スーパーハイパー。そういう能力なんですよね。そういう能力だ。これ基本超、これで、最後だけで持っていくと。で、グズム、グズムで、まあ、テテフかな、はい、ここテテフですね、はい、才能引きに行かないとで、まあ、フォトンゲイザーが出ますからね、そうですね、はい、打つので、これで、トラッシュした超エネルギー分、80、160、はい、プラス元のダメージ20で、はい、180ダメージで、ですね。はい。まあ、と思います。うん。じゃあ3段目。はい。いきます。やべえな、これ。まあ、ただ、3段にこれ貼ります。うん。で、アサルト3段で、うん。80。うん、これしか動けないの辛いですね。強いな。これしか動けないの辛いですね。はい。なんもできない。じゃあ、いいっすか、じゃあ。はい。ドロー。オートネグローバーに雷エネルギーをつけて、ミステリートレージメントで、はい、ミステリートレージメント来ましたね。ウザミーネを。ウザミーネ入ってるんですね。まあいいかね。とはいえですよ、はい、これもシャッフルで、もうただ終了します。あ、終了ですか？はい、終了。できることはない。マジかこれやばいっすわえ中ゼロラになりますゼロラこれ、うん、俺今アサルサンダル打つと10なんですよねちょっと10なので逃げ入れもちょっと重いっすねまあただゼロラがいるんであそうそうそう陣内ゾーンでゼロで逃げることができると逃げてトドロ解明30 30
じゃないですか。微妙ですね。いや、なんかもうエネルギーしか引けないですね。どうなんだろう、コースとか110万円最高にしたんですね。あ、それいいですね、最高に。このサイコロがマジでいいんですよ。使い勝手がいい。使い勝手めっちゃいいです。じゃあ俺めっちゃ強いムーブいっていいですか。はい。カラーネロにしてみます。リーディアとかトップで引きをしたら。やばいな。このリーディア強いっすね。このリーディアマジでいいですよ。いや、これもう俺、ぶち込めるかな。本当ですか。はい。じゃあ俺いいっすか。手張りで、俺はネクロズミーに。はい。黒線つけて、はい、でさらにカラマネのサイコリチャージ、うん、超エネを2枚の効果で、はい、でもこいつ集約させます。やべえな、はい、全部集約させます、はい、そしてそうかな、ハイパーもういやもう使わなくていいかもはや。一応使っておきますか。ハイパーボールで、はい、ハイパーボールで小エネルギーをトラッシュに送り込んで、はい、ウルトラネクロズマ。ウルトラネクロズマ、はい、3体目じゃないですか。3体目それぞれレアリティの違う3兄弟で、基本長打ついているので、はい、ガシンサイバー長打で逃げていくと、はい、ゼロエネで逃げることができます、はい、そしてウルトラネクロズマが出せて、はい、まあ、フォトンゲーザーですね、はい、でライトを落とします。まあ、メリープいきます。メリープ、はい、あ、まあ、ドローします。うん、いや、テラオラに貼っておきますこれ。手割りします、うんうん、とりあえずじゃあメリープをモココに。これモコですか。モココです、はい、モコじゃあ進化します。進化して、じゃあ自分ちょっとグズマ使います。たグズマを使ってじゃあモココと、サンダーをチェンジして、はい、そっちのウルトラネクゾマを前に引っ張っていくと、はい、はいはいはい、はい、でアサルトサンダーで80点で、おー、80点で落とします。倒せるわけね。なるほど、さ、強いな。うーん、なるほど。じゃあ強いムーブできますか、これ。いや、結構強いムーブだな、それ。ネクロズももうやられそうですもんね。結構やられそうです、こいつ。一撃でやれちゃいそう。じゃあ、俺、このウルトラネクロズマいきますね。はい。じゃあ、ドローもらいます。はい。ビーストリング。ビーストリング。サイドが3枚か4枚なら使えて、基本エネルギーをデッキから2枚持ってきて、強いっすね。ウルトラビーストにつけるっていう。はい。逃げつないですわ。これでもう超持ってきて、もうぶわっしり。貼っていくと、はい、貼ります。さらにカプテル GX、はい、で、どうしようか。いや、リーディエで、リーディエ、グズマじゃないですね。ではないです、リーディエ、リーディエにして、はい、そのままリーディエ使う。この場合もちょっとシャッフルが発生しますね。これ4枚ドローですか。4枚ドローと思います。4枚でも強いかな。3枚以上だったら大体強いですね。大体3枚以上なら大体の上位互換なんで、ハウとかで3枚なんで、うん、4枚以上あれば。よし。さらに、このユニットエネルギー、ユニットエネルギーにつけて、さらにカラマネロ、最高リチャージに2回使えますね、はい。あ、そう、後ろにもいるんですね。後ろにも控えてます。すぐに切らさないという。よし、そんで、フォトンゲイズ、ゲイザー、ね、2枚取らして、落としてます、はい、どうすっか、うん、1枚もらいます。いきます、はい、ゾロします、メリープ出します。メリープ、でゼロで逃げます。逃げる。でメリープのふわふわ枕で、はい、なるほど、はい、眠りピューン。すごい、あ、すいません、はい、モコに反応しました。手割りして、モコに、はい、はい、手割りして、はい、エンドで、エンド。じゃあちょっとポケモンチェックですね、はい、表なら、裏なら眠り継続、面白いマジか。じゃあ、はい、ちょっと絡まれるのが最後にしましょう。はい、
で、ジューズマンズからさ、ジューズマンズからさ、ゼネラオナとチェンジで、ゼネラオナで芝刈りしようと、サトンゲーザーで、強い。ウルネクつまんないですね。ウルネク強いですね。いやちょっと自分。エネルギーがいやカップ工業で行こうとしたんですけど、はいはいはい、カップ工業で結局行ったら、はい、その後ろのウルネクに、うん、そう倒れされちゃいますね。いやれちゃうんで、うん、いやもうこのふわふわ枕しかなかったんですけど、起きられちゃいました。バチコリバチコリ。いやでもグズマンあったら同じなんですかね。グズマンあったら同じか。同じですかね。うん、うん、いやありがとうございました。はい、ありがとうございました。